皆さん、どうもどうも、よろしくお願いします。ドラゴン TK です。では、本日は、ペットモンスターバイオレット、青の円盤編、やっていきましょう。ミスゴロ、ここら辺いるぞ。どこにおんねん。いやいやいやってなるな。この上行くか、ならば。今見えたところ、見えてたところには、あんま。よし、来た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 。来た。どうよ？いないんかーい。どこにいるというの？ならこちら側ちょっと行ってみる。いるはずなんだかな。目的地、あー寒ーってなっちゃった。いや、いない。え、なんやて、なんやてってなって、これ、乗ってなかったら、ま、違うエリア行ってたな。完全。あ、まだ無理か。どう？いないな。あれ？そう。やば。水五郎が乗らない、乗らぬ。いるの分かってんねん。見てよかった。分かったらならもう、大丈夫。この中だ。うん。それずっと分からなかったね。なんかおらんよなと思って。調べてみたらこの中だ。マスカすぎた。ほんまに。いるわ、どっかに。どっかにいますわ、これは。落ちる、落ちる、落ちる。ピンプクでっか。いや、ピンプクでっかってなって。どこにいるというの？見当たらんねんけど。見当たらないんですけれども。ゴチームとかいらんのよ。ちょっとこっち来んな。ゴチームだな。いないなぁ。あー、じゃあ見せた。あり地獄ではない。オッケー。なら大丈夫。逃げられないって出てくるから大抵。あ、いるいるいる！あそこにいた！見えた！見えたね！見えたね！ってなった。そいつ！よいしょ！ようやく来たー！あー、長かった。まさかこの、迷路内の中とは思ってなくてさ。ちょっとさまよってたわ、外で。あかんのかよ。ダイブボール、いけるんじゃね？
思ってみた。あかんのか。そうか、効果がないようだ。当たり前でしょうよ。カチッと、オーケー、ナイス、いいね、いいですね。水ゴロ、沼魚ポケモン、大きな尾びれで水女かけば、ぐんぐんスピードが上がる。小さい体でも、力持ちのた。ガイアガイア言うやつ、ようやく見てた。じゃあ、進化させていこうか。あ、待ってた。オッケー。水五郎進化。マクロ。マクロへと進化した。マクロチップへと進化した。あ、ミスター。読み忘れた。俺のアイデンティティが。自己同一性が。ああ、そして、沼黒の自己統一性が、言ってる場合か。うん、沼黒ポケモン、ドロドロの足場が、で、反量を発揮する。身動きの取れない相手を一気に追いかぶろうと。かわいらしい、沼黒。寝てる姿が特に。よし、ナイス。沼黒進化。ラグラージへと。沼魚ポケモン、両腕は岩のように硬く、一振りで相手を叩きのめす。美しい砂浜で巣作りするろと。そんな砂浜で巣作りするんやね。初めて知った、そんなこと。そんなこと初めて知ったわね。あー、臆病か。ダメだな。よし。じゃあ、あとはこちら側のエリアで見つけて進化させていくっていうね。マジっすね。さて、何かいるかな。お、いますね。一匹。ポカブ、ポカブいますね、ポカブ。赤いやつやから分かりやすいかな、とは思うが。カブはどこよ。ういっ。アイテムだけは取っていっとく。一応ね。下だな。上にはいないわ。早々に諦めた、上は。ドーブルな。ん？ゼニが見えるやん！カブよりも先にゼニガメ見つけてしもうた。ゼニゼニーゼ、ゼニ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 だ。お金に対してうるさいやつ見た。ちゃうちゃうやね。昔からそう言われてるよね、ゼニガメって。ただ、
紙のコポケモン、生まれたては柔らかい甲羅も、すぐに指でつつくと、弾くほどの弾力性を持つようになるのと。そんな柔らかいんや、最初。更新されてく。あかんな。あかんな、これは。嘘ーん。よし。おや、ゼニガメの様子が。ゼニガメ進化、カメールへと。おめでとう、ゼニガメはカメールで進化した。カメポケモン。しばしば水中に隠れ、獲物を狙う高速で、獲物を狙う。高速で泳ぐとき耳でバランスを取ります。耳でかーいってな。よし、71。カメックスに進化。いいね。ほんと進化祭り。カメッツ。甲羅付近も、甲羅に噴射口があって、ロケットのような勢いで突っ込んでくるすごいやつだった。すごいやつだったか。すごいのか。そうか。そうか。ラスカの覚えたいと。なぜこいつだけは覚えさせていくのか。よし。まあ、あとは預けとこう。うん。オスで、オスで、オスで、ダメだね。お、報酬をもらえる。へぇ。金の王冠ナイス。次、ウルトラボールか。へぇ。で、ポカブなんだ。問題。今すぐ株、ん？これズルックですね。なんか違うなって思った。どこなんだろう。ほんと、あ、痛い。ポカブに当たりに行く。嬉しいで当たりに行ってもらった。入った！よーし、ナイス！ポカブゲットだぜ！ヒブタポケモン！食いしん坊の大食感！よく聞く鼻で餌を見つけ出し、こんがり焼き上げてからいただくのと！上手に焼けました！っていうポケモンのと！そんなわけない。そんなわけない。と思いたい。更新されてく。ちょっとね、ショップ行くか。もう捕まえたわけやし、いいか。BP もちょっと残ってるんだよね。それでちょっと、不思議な飴、確か変えた。L か、なんか変えた気するから、買っていこう。あ、ほら、帰りやん。あ、こっちの方が良さそうだな。うん。22個。よし、あざーす。全然足らなかったからさ、ほんま。よし、ポカム進化。カッパ？カッパカッパ？チャオブへと進化。テレレレテテテヒブタポケモン、仲間を助けるためなら、どんな強敵にも立ち向かう。
強さを持つが、空腹には勝てないのと。いやいや、空腹に勝てないって、おい、そこ。ブブーやな。タロ的に、タロさん的にブブーって言われそうな気が、そんな気がするよね。そんな気がする。よし、超無進化。ちゃうぶ？いや、ちゃうぶの様子じゃ。いいね。完全進化祭りだ。演武王で進化。大ヒブとポケモン、ピンチになるほど楽しくなるらしい。ド M かい。ストイックかやでな。首周りの炎は燃え盛り、パワーとスピードがアップするのだ。ストイック王かよ。演武王ではなく、ストイック王。言いたなるわ、ちょっとこれは。よし。じゃあ、あとは。めぐってこか、また。キャニオンスクエア、こちらの方行ってみます。マジか。ナエトルとニャビー。ニャビー、ニャビーな！ニャビーどこ？雨降ってるけど出てくるかな？ちょっと不安。いや、もうすぐに見、すぐにいたわ。早っ！いや、だナエトル言い過ぎじゃね？なおえなおえ。ナエトル言い過ぎじゃねっていう。ちょっとびっくりする。この多さに。いや、入らぬー。あ、やばい。ちょっとやばい。やべえ、やばいな。ピンチでちょっと泣きそう。ごめん。ごめんよ。ゼブライカを喜んでいる。うん、喜んでおいて。ちょっとやばいかな、思ってしまっているところはある。ニャビー反動受ける。ニャビーいすぎやろ。え、なにここ。あ、危ない、これ、これ、ナイトルも止まるぞ。ならば。カチッと。ニャビーゲットなさい。ギンギャーって言えてんな。あ、演武をなってた。やらかしてる。ひねこポケモン。毛づくろでお腹に溜まった抜き毛を燃やして火を吹く。毛の吐き方で炎も変化するのと。ちょ、ナエトルー君ー君が欲しいよー。ナウルナウル、ナウル、ナウル。よし、クイックボールどうだろう。なんか入りにくいけどな、なんですね。なぜか知らんけど。ほらー、なぜ入らぬ。ハイパーボールでお願いします。マスターボールはダメ絶対。まだダメ絶対って。うん、いやー、マジか。ついな、特効果クッと下がっていく。ちょっと捕まりやすくなるのかな、なんて思ったりするが、どうなんでしょうね。いや、いや、入るんかな思うやん。満タンだ。入ってないな。よし、ナイス。ナイトル、ゲットだぜ。ナイトル、若葉ポケモン。太陽の光を浴びて全身に光合成をします。これは土が硬くなったものです。土硬くなったものやったんや。え？初耳。初耳だわ。
おい、ピシャモン、やびーかーい。もう言えよ。捕まえる気なスティングよ。いや、いすぎてさ、ちょっと焦ってる。レアコイルいらんな。どっちも戻すやね。うん。ならもういいよ。うそーん。いやいやってだろ。ニャビー進化。ニャヒートエト。ヒネコポケモン。懐くとトレーナーにも甘えるが、力は強く爪も鋭い。全身傷だらけにされるぞ。逃げてトレーナーさん。逃げてトレーナーさんやろ。ダース。よし、66。ガオガエンに進化。おめでとう、ヤヒートがガオガエンに進化した。やったね。ヒギルポケモン。強烈なパンチやキックをお見舞いした後、へその辺りから炎を吹き出し、とどめを刺すのだ。とどめ刺されちゃうというのか。怖いな。逆に怖い。やった。DD ダリア、ラリアってな。懐かしいな。よし。じゃあ。ニャビー進化ではなく、ナイトル進化。進化祭りである。どだい？綺麗な水が湧き出る場所を知っていて、仲間のポケモンさらがりなしでそこまで運ぶろうと。木立ポケモン。よいしょ、オーケー、ナイス。2個あげて正解。よし、ダメな、さすが。土台とする進化。おめでとう、林神は土台とする進化した。ロト。大陸ポケモン。土台とする背中で生まれて、土台とする背中で一生を全うするポケモンもいるロト。すごいよな。自信な。小さいポケモンやと土台とその背中でもいけそう、生きれそうよね。なんとなく思うのは。リーフストームいらんかな。よし、アースケートへ置きましょう。で、ここに行った方がいいってことかな。お、報酬をもらえる。報酬。ちゃ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 。ウルトラボールナイス。次何？特製パッチ。ほーってなった。ここら辺なんかな。この辺に、いるという、表記はある。表記だけやけど。いるわ！どっかいるわ！今見えたよね。木彫りですね。
エアームドね。エアムードではございませんね。タッツね。あんなとこタッツ出るんや。初耳。おっと縦トップつっかーい。おっと、いや、いたー、ね、じゃあ、やってはいけない。あっぶな。今、毎回一回クイックボール試したけど、それで入った試しがないっていう。あ、これ入るな。クリティカル出たし。キモリゲットだぜ。ブライブライブライ一世のデブライが。森と影ポケモン。垂直な壁もスイスイ登る。しっぽり空気の湿度を感じ。明日の天気を当てるろと。一家に、一匹は欲しいポケモンロトね。更新されていく。よし、こっちで、こっちだけで行くも。キモリ進化ジュプトルへ。なんかジュプトルと聞くとね、不思議の男女の方を思い出すんよね、我の中で。うん、森と影ポケモン、大木の枝から枝へ、身軽に飛び移り移動する、驚異的な瞬発力、ロト。ちょっと微妙に、いっそびれそうになったらと。あ、じゃあそうだ、もう一回あるんだ。ボックスじゃねえよ。ボックスじゃねえよ。L じゃねえよ。よし !64 なる。ジュプトル進化進化祭りじゃー。おー樹海陰気、なったぜー。密林を、密林ポケモン、腕に生えた葉っぱは刀の切り味。木の枝は身軽に飛び移り敵に襲いかかるのだ。襲いかかられたら最後何もできないのと。リーフブレードはいらないのと。いや、またアイデンティティ失わせてしまったかな。お!マジか!へぇいい性格引いてんじゃね?引いてんじゃね?って思った。どうなんやろ、まあ、似たような感じよな、特攻と攻撃さ。攻撃型にするんであれば、この性格を。やればいいですよね。あと、この上だ。この辺りだ。いないな。いた!見えた!見えたね。君や。君や、君。くま?な、言われてそう。ポフィンめちゃく食ってそう。そんなイメージ、ハリバロンにはあるな。アニポケで見て以来。食いしん坊なイメージが。あるわ。ハリマロンには。ハリマロン、イガグリポケモン。エスの木の実をたくさん食べると、頭と体を覆う樹皮の殻が頑丈に育つのと。ブリカロンはいるから。あかんか。今度 OK! ここで終了。いや、ハニマロンの様子が。ブリカロンの方は最強の方で捕まえてたっけな、確かな。ハリボーグな。ハニマロンはハリボーグに進化した。トキヨロイポケモン。体当たり一発でトレーラーを吹っ飛ばす。
激しくぶつかっても痛みに鈍感なので、平気です。鈍感力大事よね。まあ、敏感な方が、人とし、なんつうんやろ。異変に察知できやすくなる能力たけるけどね。うん。まあ、どっちもどっちやね。うん。だから、更新されて、時間、ああ、それはないか。ないか。報酬は受け取れなんだか。